はい、それでは始めていきましょう。第65回 KF スターティングクライマックス紅白戦スタートします。はい、ありがとうございます。それではスタートボタン押して始めてください。さあ始まりました、第65回ですね。8月も終わりです。8月30日。ゴロさん、じゃあ喋りますか。ミュウさんとかも、あー、わかりました、お願いします。ということで、はい、お願いします。ゴロさん久しぶりじゃないですか。久しぶりなんですよ。ちょっとワクワクしながら来ました。なるほど、なんかパワーダウンしてるって聞いてるんですけど大丈夫ですか。なんか10先がね、ゴロさんもついに始動ということで。あー、そうっすね。まあちょっとそれに向けてまずそうっすね、ちゃんとやり込んでいかないとなと思いますし。はい、そんなわけで、今日の一番手同士がワンピーがボーさんですね。ボーさんもちょこちょこ来てくれてます。で、ツーピー側がイッチーさんなんですが、イッチーのファンって誰だろうというお名前です。イッチーさんにファンができたということで。なるほどなるほど。さあやっていきましょう。あ、なんかこう、まあ立ち回り重視のこの2キャラですが、気づいたらアンディが一方的に、そうですね、ガツガツと攻めてきてる感じですね。やっぱアンディの方は、そうですね、もうちょっと外側からなら、なんだろう、対空っぽく、ぽく出せできなくはないのかな。ちょっと難しそうですけどね。そうですね、ちょっとダブルストライク、今のはちょっとやっぱ距離が近すぎちゃった感じですよね、やっぱ。さあ残影2回、これでドライブキャンセルのコンボ、計残影4回。あれ実は結構なかなかいいんですよね。いいんですね。そうですね、結構4割ちょいとか奪ってゲージも回収できるという。それなりにピオリッチも高くて、まあ、やっぱさすがに画面足だと、まあ、いいダメージ取れるなっていう感じですよ。そうですね、まあ、そこまでの、まあ、行くのがね、ジャンプもふわっとしてるから、そのコンボに行きづらいっていう難点がありますけど。そうですね、やっぱ、まあ、崩しにくかったり、せっかく3フレの禁止持ったりとかね、優秀な部分あるんですけど、そこを引き出しづらいっていうのがやっぱ弱点なんですかね。やっぱね、難しいところですよね。やっぱ一つ一つがすごい意外と優秀だったりするんですけど、あと一歩足りない、もしくはそこからつなげる技がちょっと弱いなとか。そうですね、あったりする、まあ器用貧乏ってやつですかね。まあ、まあ、そうですね、もうちょっとねジャンプとかが鋭ければまたちょっと変わるのかなとは思うんですけど、うん、さあそしてイチさん大将で、地味にこのエンディ置きもアンディ辛そうだ な, やっぱなんかアンディどうすんだろうそんな感じはするんですけどね。あれってあの距離で最終段にガーキャン前転したりして、最終多分できる、いや最終段だったらちょっと厳しいんじゃないか。最終段ちょい前にガーキャン前転して、もう一回前転してって感じかな。多分どうせ途中でガーキャンできると思うんですけどね。ちょっとすいません、ちょっとあの知識不足ですね。はい、自分もちょっとよくわかりませんが、多分それで確定取れると思うんだけどね。で、先方戦はボーさんが勝利。2P はケンジさんで合ってますよね。はい、合ってますね。ケンジさんは前に確か出てくれたことがあったと記憶しております。さあ炎を表強バイスト、2番表強は珍しいですね。結構なんか、あ、確かに1番のイメージがあって、ね、まあ炎がいるからやっぱ、まあ、順番的にはまあそうですね、イオリでも今日でもってとこでしょうかね。まあそのイオリがちょっとやりにくいなってキャラは表強でいけばいい、はい、みたいな、そんな感じでしょうか。エガードしゃがみティ、アンディってやっぱまあ立ち回りは悪くないんですけど、結局なんかリターン差とかいろいろもろもろ押し切られてしまうことが多い。攻めを継続するのもちょっと工夫が必要だ し、まあ、やっぱ何よりそう、やっぱふんわりジャンプ、それもうちょっとジャンプ D がめくり性能 よかったらもっと、あ、確かにもっとしつこくまとわりつく感じはできるんじゃないかな。そうですね、確かにそれも欲しかったところですね、ちょっとね。まあ、小ジャンプにするとやっぱめくりの性能落ちちゃうから、結構しゃがまれちゃってとかっていうのがあるのかな。そうですね、ちょっと UM っぽい感じだったらまたちょっと面白かったですけどね。まあ、ちょっと露骨な、前のバージョンに比べて露骨なパワーダウンがちょっと結構響いちゃってる感じ。あ、確かに。それでパワーダウンしてさらになんかあの情報修正があんまりなかったのがちょっと確かに痛いですね。
なんか BD のあの 連携っていうかチェーンにキャンセルがかかるぐらい、ぐらいですね。キャンセルがかかるようになったのと、あと超劣化弾がダメージ増えたと、そんな感じです、ね、超劣化弾増えたんだ。一応あれでも増えたんですよ。使うとこあんのかな、あれ。あんまり。あ、マジか。飛び道具合戦で思考拳、あ、ぶっ、はい、ぶっ込んでいきますね。まあここの場面で倒せれば結構美味しいですからね。そうですね、だいぶでかいですね。残り1カウントでなんとか決めたいところだが、ここは、ま、うまく守りきってる。ちょっとディレイかけすぎたか。そうですね、もうちょっと早ければ、まあ、8000枚に潰されてたかなって感じはしますけど、あそこの読み合い、あのぶっ込んどいてそういう読み合いに持っていけるほのよりがやはり強い。そうですね、ですよね。さあなんか人も増えていきましたね。さあ危ない、役者が揃ってきました。さあ3ラウンド目ということで、まあもうお互いドライブがある状況だから、まあ一気に決めていきたいところ。空対空、割と競り勝ってるのはタクマの方か。タクマはジャンプ飛ばしがね、主にね、やっぱね機能してますね。はい、草薙今日もまあ早出し気味のジャンプ飛ばしも強いんですけど、ちょっとリーチ差が出てる感じなのかな。そうですね、発生もまあちょい早いのかな、やはり。そうですね、タクマの方が早いですよね。早いと思います。うわー、いいのが入ったが、ここはジャック王権。さあでも体力奪ってんのはタクマの方で、そう、さあ表しゃがみし空振り、まずうまなんか差し込むような形でシャガディが入る形で、はい、まあ中堅戦はタクマの方が制して、続いてバイス。あー、ゲージが足りないですね。ゲージがこのもとない。やっぱ後堅うまくガードしつつゲージを稼いでいきたいところですね。あー、うわ、うまいな。あと D が出なかった。これは危ない、もう圏内や。怖すぎる。対空になってくシャガディ。まあ画面味もさることながら中央もね、やはり込まないからとかありますね。どっかでも持ってかれるのが、まあ、まあ1回空中ベッドだし、やっぱり2回食らっちゃうともう画面味ですからね。そうですね。そういうプレッシャーもありながら戦っていかなくちゃいけないんで、ゲージ持ってるタクマはやっぱ怖いですね、非常に。と言ってる間に体力は結構奪われたものの、まあなんとか巻き返しのチャンスを作っていくバイス。しかし4ゲージの台もこれも非常に、あー惜しいな。ちょっと遅かったか、なんか判定を潰したからタイミングがなんかずれたような感じですね。この体力差にゲージ差はきつい。いやこれはまだ、いや終わるな、これ決まるか。いやー減ったな、まあ、3ヒット目ですからね、まあ、まあ確かに補正も少ないという、減りましたね。あー坊さん勝利。五郎さん、ふみふみさん、高校さん、タッチさん、ニコニーレンダおじさん、お米さん、スエさん、いちむさん、初期さん、ひもじょうさんかな。まあどなたでもですね、 2P 側。ああ、いいっすよいいっすよ、もういいっすよ。はい、ああ、もうスタートボタンが押されていたということで、はい、さあ次がニコニーレンダおじさん、まあラブライバーっすね。はい、なるほど。最近ハマってるという、まあレンダおじさんという言うからには、まああのお方ですよ。はい、そうですね。あ、そうそう、そのニコニー連打おじさんもジョーをね結構使っててコンボできるんですよね。そうですね、やっぱ、いやありがたいですね、ジョー。しかもコンボできますからね、やっぱすごい練習。そう、確かになんか実はそうですね、五郎さんの影響か、多分そのひもじょうさんとか嬉しいですね。いや結構使う人いますよね。しかもこのキャラ、まあなんか自分で言うのもなんなんですけど、コンボちゃんと練習しないと。ああ確かに、結構やっぱ実戦で動かすの結構大変だと思います。確かに、だいぶ違いますよね。まあやっぱ自分の使ってるキャラだから、そのすごい練習してる、やっぱ動かしてる人見るとやっぱすげえ練習してるんだなっていうのが、ああ見て取れるというか。なるほど。さあここはしっかり勝利を好転で避ける。でしかも大体がまあ細かい話をすると、ジャックだとしゃがみでスカッちゃうんですよ、はい、あれ
で、そうなんだ。今ダイで打ちましたね。結構きっちりしてました。まあ、あの必殺技単発だとダイの耐えキックが一番減るんで、いい選択かなと思います。さあ、まあ、けど、まあ、立ちの場合は、まあ、弱で、まあ、有利フレーム稼いだり打ちが、まあ、難しいですけどできたりっていう、できたそうですね、あ、感じなのか。なるほど。まあ、弱と強だったらダメージ一緒ですけど、はい、まあ、弱の方が隙が小さいから、まあ、基本弱でやるのがいいですけどね。はいはいはい、なるほど。さあ、最速止めもしっかりやっていて、あ、さあ、これは入るだろう。これはピオール前に、いや、あー、ちょっとフィニッシュが出なかったけど、ちょっと見てしまうが、まあ、ダメージは稼いでいって、龍子を誘って大打撃いく。ああいう時いいですね。しっかりこうゲージが溜まるものを選択している。まあ、端に追い詰めるとやっぱり技を置くかも、本当に様子を見るかっていう、そういう揺さぶりだけでもかなり、そうですね、かなりプレッシャーかかりますね。投げ前に寄ってちょっと下がってコパンとかってのもすごい有効ですし、はい、なんか非常にうまく動かせるとやっぱり楽しいですね。おっと、コロコロする。キャラが変わっても連打は変わらないというか、3キャラとも連打がある。確かに、うまく抜ける。さあ、ちょっとハリケーンが鬱陶しいか、ダイモン。さあ、ちょっとつなぎを見せてしまうが、かなり有利な状況。ちょっと遅かった、繋がらない。最速でやるとちゃんと乗っかるような形でスラッシュが当たるから。なるほど、当たるって感じです。さあ、好転して EX 受け身で追っかける形だったが、最後はぶっ飛ばし決めて、2-5-2連打おじさん勝利。はい、ワンピーが、はい、ワンピーがジャーさんですね。さあ、ジャーさんはまあデュエル覇者っていうのが最近の一番新しい98部門の、いいですね、新しいところでしょうかね。98のプレイヤーさんもやってくれてるっていうのは嬉しいです、ね、そうですね。渋いな、キャプテンがまただいぶ渋いですね。最後にすごいのが、でも大将にチーム入れてるということは、まあやっぱコンボはすごい練習してるんだな、多分。まあ、98ではちょい使ってるんですけどね。なるほど。まあ、そういういやらしいキャラというか、まあ、そういう位置なんでしょうかね、チームは。まあ、だいぶ違うキャラだけど。あ、しかし今までのシリーズではないタイプの上東ですからね、なかなか。これは新しいですよね。あ、うまいな。確かに、スリーをしっかりしてる。さあ、一発はうまい。 EX タイガーってだいぶいろいろ広い方、広いカバーがあって使いやすいですよね、あれね。しかも無敵も2段目の攻撃判定消えるまで。あ、なるほど。あ、結構長いですね、それはね。かなり優秀だと思いますよ、ダメージも高いし。さあ、ジャーさんの中堅ダイモン、まあ、98といえばやっぱこのキャラですよね。まあ、このキャラですね。まあ、ジャーさん使ってないですけど、98。あ、そうなんですか。ちょいマッチはバイスとか、まあ、いろいろ使ってますけど。さあっと言ってる間に、これはやばいやつが入りましたね。これは乾燥する。あれ、あ、なんか見た目つながってるような感じだったけど、ちょっとどっかが遅れちゃったんだろうね。遅かったっすね。さあ、なんとか名を逃れてうまく切り返していきたいところ。ダイモン、しかしダッシュ投げが決まり、いや、もう、まあ、ジョーは画面足強いキャラですからね、かなり。そうですね、ダイモンはやっぱでかいのもあってね、ちょっといろいろ引っかかりやすいですからね。一回抜けるのが、はい、こうきついですね。慣れてないと特にそうですね、やっぱ。さあ、チン一枚でゲージは十分だが、まあ、98のその KO 浮力も生きるんですけど、やっぱりそれだけだとね、この13はなかなか難しいところがあります。氷炭のコードがもう超強いですからね、やっぱ。
積み重ねていくという行動よりもやっぱなんかそのままドカンと一発いっちゃった方がいいだろうみたいな部分があったりするから、あっと派手に飛ぶもののちょっと高さが合わない。さあちょっと、うわ、うまい。非常にスラッシュの打ち方がうまいですね。まあ、先端を、そうですね、しっかり先端をしっかり意識して打って、まあヒット確認をして EX キルと、もう見事なまでに上使いの動きをしていました。勝ったのはニコニー連打おじさん。はい、ワンピーが葉っぱさん。葉っぱさんはそうですね、かなり、まあ、キャラも独特なんですけど、かなりいい動きをしますね。なるほど、デュオロン・リョウ・シェント、あんまり見ない編成ですね。さあまずは、上対両。さあうまくノーマルジャンプで乗っかってましたね、光景に対して。やっぱその辺は結構両に対してもちょっと慣れてるって感じなんでしょうかね。そうですね、やっぱ対戦慣れてる感じしますよね。対する葉っぱさんがいかにこのパンツ野郎をちゃんと分かってるかっていうの。確かに、まあ、両ってあんまりこうガンガンね、はい、端っこに詰めるまでが結構、まあ、じりじりいかなきゃいけない部分もあるんで、ちょっと大変な部分はありますね。そうですね、ただやっぱり場外にとって脅威なのが、ちょいビフリービユリとかそういう状況で結構アッパーが、やっぱり量のアッパーが相当機能するんですよね。あと、はい、今みたいにああいう横押しの技に対して前 B、 あーなるほどっていうのも結構有効になってきたりするんですが、コパスラから EX バッケット、あれは距離縁でつながるんですよね、非常に。あ、そうなんですね、いい連携ですね。あと EX 爆裂のガード時が、まあ、一応5部っていうことで、あ、そこから判定が強い立ち A と、はいはいはい、立ち A、あれ5部なんだね、強いんですよね、非常に。さあ出てくるのはデュオロン。さあここでうまく、まあ、3割取られる前に、おー、マジか、すごい、お見事、お見事ですね今の。これはそう、ハリケーン置いとけば、まあ追い打ちは食らわないだろうっていうところを、うまくちょいで避けてきましたね。あれそんな抜けれるぐらいの無敵あるんだね。そうですね、結構ビックリ、ノーマル版に抜けないんじゃないのかなって安定した時はちょっと思ったんですけど ね、まさか抜けました。まあ発生がちょっと遅い分、まあ無敵も無敵というか、その移動中になんか訂正になるのか分かんないですけど、なんか、まあ、あの素晴らしい判断ですね。いいですね。さあガークラ寸前、いやこれはこれは3ゲージで死ぬのかな。あー3ゲージいきましたね。さすがにこれは決まってしまうだろう。あ、2ゲージでも死んだ、なるほど。まあまあしかし大安定でしょう。これがニコニー連打99ヒット、相当連打しますからねあれ最後ね絶対99ヒットいくんだっけあれ。あ、残されたのはシェンウ1枚、ああいう力つながる、フォアだと大丈夫っぽいですね今のは。ああなるほど、あ、しっかり見てる、こういうの大事ですね非常に。そうですね、カウンターヒットからの確認っていうのは。さあ冷静にしゃがみ大キック。さあここはできればゲージ温存しつつ、ね、シェンウは仕留めたいですね。ゲージは1ゲージ使っても、まあドライバーもちろんそうですね、うまく実体が。さあうお、よく避けたな。いや、いい判断ですね、もう早めに画面足逃げちゃうっていうのが大事ですね。さあここでうまく空対空を競り勝って逆転のチャンス伺ってきましたね。さあ大将がクラク、さあうまく足払いをばらまって、危ない、うまくぶつかりたいけど、こういうところで連打が待っている感じ。あ、うまい、嘘、すげえ吸ったけど、ここは全部のゲージ払ってとにかく体力を削りまくる、まあ、残りますね、ちょい残るけどパワーゲージがたまらないから、いやー、まあ、爆声読みもあったんでしょうね。そうですね、ちょっと起き上がった後にもうステップやってましたもんね、やっぱ爆声読み、はい、
もしくは、まあ、崩しも兼ねてって形ですね。まあ、今のゲージ量だったら、まあ、最悪フルコン食らってもまだ生きてる状態ですからね、まあ、非常にいい判断だと思います、はい、さあ、1P が、ヒロキさん対して 2P が、まあまあまあ、2個2連打おじさん。ちょっと初期さんが今席を外している間、ふみふみさんにマイクをちょっと持っていただきました。こんにちは。あ、こんにちは。実況初めてなんですけど、ちょっと喋りたいこと喋りに行きます。はい、もうどんどんもう好き放題喋っちゃってください。ありがとうございます。ふみふみさんといえばもうあのあれですよ、炎よりのあれですよ。あれはちょっと練習してるんだから。いや、素晴らしいですよ本当に。前対戦そうしてもらった時とかもそう、やっぱもうとにかく拾える用途が多くて、さらに精度が高いって、青いマナずっと当て続けるあれなんですけど、めちゃくちゃうまいんですよこのふみさん。もうありがとうございます。まあ、練習した甲斐がありました。今喜んでくれる人がいると思う。むしろもう手元をなんか動画でぐらいな感じですけども、相当すごいですよ。いや、ありがとうございます。まあ、なんか音ゲーに近いところがありますよね。あのリズムゲーなんでしょうね、多分なんか見てるとやっぱり手元を見てると非常にそう思いましたけど、できる人が増えてくればまた面白いと思うんですけど、はい、ぜひ練習してほしいです。ちょっとお家で練習しようかな、やっぱぜひどんどんお願いします。あれ系がどうしてもやっぱ青いバナが出ちゃったり、もしくはもう青いバナが八乙女が出ちゃったりとか、なんか本当にとにかく、まあ、ゼロゲージからやっぱまず練習してみてとか、とにかく練習あるのみですよね本当に。まあ、青いバナ2段目のタイミングが分かれば、その失敗した時に八乙女出ないタイミングがあるんですよ。あ、なるほど。出ないタイミングがある。出ないタイミングがあります。あとはその声を聞いてれば、2段入れた時に初段しか声が聞こえないタイミングが。あ、声大事ですね。確かにキャラの声です。お、そう重要。音が大事と、まあまさに音ゲーじゃないですか。まあ一回当たっちゃえば相手関係ないんで。なるほど。まあ、それが魅力ではあるんですけど。いいですね。いや、それ大事ですね。いや、やっぱり直接本人から聞くっていうのはとても大事ですね。いや非常にいい言葉聞きました。ありがとうございます。いや、もうどんどんもう見せてってください。もう本当に。ありがとうございます。さあ、と言ってる間ごめんなさい。3ラウンド目になってますね。ここで劣勢なのが連打おじさんのラルフ。しかし諦めずに EX、はい、EX バニハン、そこからコンボ決めて3ラウンド目逆転。使ったことないですけど、やっぱ、はい、使うと強いですよね。そうですね、もう太いタクというか、そのなんつうか、ここぞって時の読み合いが非常にうまいですね。そうですよね。しっかりそういった読み合いにさらにリターンもつけてくるんで、確かに一回読み負けちゃうとやべえよっていうのを結構ちらつかしてくるんで、攻めが尖ってますよね。非常に尖ってます。割と有利な技が多いから。そうなんですよ。さあ、ここでさあ、うまく弱小竜を慌てて、残り体力わずかのところで、まあ、削りも OK ってことでダッシュから小竜。小竜は上半身無敵ですね。上半身無敵ですね、あれ。なるほどなるほど。今発生遠心に対してだから。そうですね、抜けられます。4か54でしたっけ。 5か4のはずですね。そうですね、発生も早いですし。さあ、ヒロキさんの爪側にも逆転のチャンスが訪れた形で、さあ、ここは置き詰め選択。あとワンセットで終わってしまう状況、どうする。お互いリーチですね。まあ、早めにそうですね、ガーキャンをうまく使って切り返して、しかし爪側もまあコンボが決まってしまえば全然逆転が可能ですからね。さあ、気が抜けない状況。さあ、これはネタでしょうね。ステップキャンセルで EX バルカン。これ上ネタ食らいますよね。なります。動きたくもなっちゃいますし、あれ空中ヒットしてもコンボが入るんで、でガード時5分っていう結構優秀ですね。さあ、ここ1番で見せてきました。
勝ったのは、ラブライバーの人、はい、ラブライバーでしょ、だって、まあ、ニコニーニコニー言ってっからラブライバーでしょいや、非常に楽しそうですねP が、1P、ミヒさんですね、アンディ・リオのタクマと対する、おじさんの方が、はい、変わらず連打キャラ、ね、アンディ、そうなんですよね、なんでバージョン、1.0、1.1 の時にあんだけ猛威を振るったのになぜここまでっていう形です。まあシステム面も含めとにかく弱体化がやっぱり多いキャラでしたからね、まあ、ちょっとゲーム性にあまり合ってないというか合ってるのがありますね。何か一つ足りないって技がすごい多いんですよね。なんかちょっと非常にもったいない感じなんですけど、さあ画面上なんですけどどうですか。そうですね、もう画面端がとにかく強いんでやっぱ楽しいキャラです。コンボも含め立ち回りも含め、まあ、さあこれ確定が非常にいい形で EX 体が、さあしかし波動の判定やばいですよ。やばいですね、 あれ超強いです。上にすごい強いですよね。下にはそんなに強くはないんですけど、まあ、あと発生とリーチと、そうですね、上の判定がで、あとはやっぱその非毛弱の振り分けで反撃をの的を絞られないように、そういう形でディオロン側に選択肢があるのがやっぱ大きいですね。確かに、あの波動の手の先ってあれ暗い判定ないですか。先っちょ暗い判定薄いと思いますね。やっぱ攻撃判定でもかなり大きいと思います。あ、波動 A 自体は実はガード時マイナス8って結構スケは大きいんですけど、やっぱ小技です、小技系とかでなるべく反撃はしたいですけど、リーチがあるないキャラには本当に反撃つらいわけですし、まあ初段止めじゃなくても普通に3段目まで出して紐脚ってのもやっぱ強いですから、3段目を意識しちゃうと2段目止めとかは出る、強いですね。とにかくディオロに対してはやっぱ画面端から逃がさないような工夫がすごい必要ですね。まあ自分は対戦しててそんな感じはします。さあこのレシピはピオリまで繋がらないんだが、さその前までプッツ産地が溜まっていた状況、ちょっと最後いやあれずっと出ますからね、連打してるだけ出てますからね相手もお怒りだった、はい、もうお怒りの発動で追い返してお前連打してるんだろって感じでもう連打しましたからね。さあここはできれば勝ちには行きたいけど、それよりもなんとか次につなげるような形でも戦っていきたい。たくま、とりあえず満タンにはならない状況にはなったけど、さあ早いんですよね、あれ中断するってやばいですよね。ダルフが中断ですからね、あれなしで考えられないですよね。結構距離も広いですよね。はい、強いんですよ。ダヤシも普通にリーチもあって発生も早いですからね。単純に中下段のタクっていう形もこれますからね。結構ああいうとどめを刺す状況では本当に優秀です。さあ動いてしまうとバニーハンが当たる、これが強力、しかもドライブキャンセルから馬乗り、うまいですね。いやきっちりしてますよ。さあ何とか右アンディ逆転の目星を立てたいが、画面端から逃げられない苦しい。うまく切り返して差し込めの形で、まあ、こういう無理をしていかなくちゃまあいけないですね。もう確かにもう通すしかない、当てていくしかないですね。さあ EX さんへ、しかし体力は遠い。無難にガーキャムッツ橋勝ったのはラブライバー。すごいですね、何連勝ですか。はい、ガーキャンダメージ4ですけど、まあきっちり減らしましたね。確かに